今日はいちごジャムを作ります。で、まずはいちごを洗います。ガシ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 、できました。いちごのヘタを落とします。切ります。できました。砂糖入れます。混ぜ混ぜします。できました。いちごを入れて煮込んでいきます。入れます。火をつけます。焼いていって、今日まで冷蔵庫入れとく、カチコチに氷になるまで、こちょうしてないのがあった、こちょうしてないの、どうなってきた、見て、めちゃくちゃいい匂い、ちょっと熱い、できました。ジャムをパンにのせます。できました。いただきます。なんかいいお姉ちゃんの味、みんなも作ってみてね。バイバーイ。